皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日ですね、KHS さんですね、メーカーさんの方が、ソラチグルメフォンドに合わせて、ライドをしていただきまして、帰りね、ちょっとうちの店にお立ち寄りいただきまして、まあ、いろいろお話を聞いてるんですけども、ちょっとね、うちのチャンネルで紹介してほしいということでしたので、投稿させていただきますのが、P20RC ですね、KHS のね、ラインナップにお詳しい方であれば、おあれかというふうにお感じになると思うんですけども、これのですね、何が違うんですかっていうと、S サイズだそうです。わかりましたね。M サイズが出て、L サイズが出て、で、最終的に S サイズが出るようになりましたと。で、その P20 っていう車両がね、それなりに、世に受け入れられてきている証拠なんじゃないかなというふうにおっしゃってましたけども、ああ、確かにそうだよなと。いうことは言えるなと思います。で、ちょっと私が今乗せてもらったんですけども、まあ日頃ね、僕はもう 700C とかもなくてもいいっすよね、みたいな話はよくしてると思うんですけど、まさしくそんな感じで、僕が前乗ってました、チネリーのね、700C のレーサーと何が違うんですかっていうような走りを、してくれているなぁと思います。踏み応えの確かさとか、いわゆるロードホールディングってやつですね、車体の追従の良さとか、もう全然いいじゃんって感じだし、実はですね、僕最近乗り方がだんだんなんかね、体が起きてるような乗り方の方が合ってるような気がしてるのもあり、なんか意外に S サイズの方がいいんじゃないっていう風に思えるような感じになってまいりました。で、一応これはプロトタイプということなんですけども、だいたいこれに準拠したような形で市販車が出てくるそうです。この辺のね、パーツですよね。これとかは、このまま行くらしいですね。で、ちょっとこのクランクがこうこうみたいな話があったのが、これですね、スラムのね、企画になっているそうですけども、いわゆるスパイダーっていうところがね、ちょっと変わりまして、ここにパワーメーターとかね、ああいうのをつけるという、最新版のロードと同じような、楽しみ方もできますよというふうになっているそうです。で、フレームがですね、丹下プレステージっていうね、これはもう本当に、まあ、詳しい方はご存知だと思いますけど、いわゆる名品と言われているものですね。で、P20 もね、アルミとカーボンのハイブリッドとかっていろいろ、かつてはあったなと思ったんで、あれどうなんですかみたいな話をしましたら、やっぱその、輪行する車両とかね、いうような、風に捉えた時には、やっぱりカーボンとかね、ああいうのが入るよりは、スチールの方が、やっぱ安心感も高いし、実はこっちの方が、なんかその、高級感というか、なんかいいもの乗ってるぜみたいな、雰囲気はやっぱちょっと出るんじゃないかなっていうふうに思ってます、というふうにおっしゃってました。実際ですね、これ、乗せてもらうともう本当にいいなと思いますし、これに乗ると本当にロードバイクって言われてるね。ロードバイクっていうとね、なんかもうちょっとこう幅が広い印象なんですけども、なんか最近のロードって言ったらもうなんかガッチガチの競技用の車両ばっかりみたいな感じになっちゃってて、それこそソラジグルメフォンドとかね、ああいうのに出ますせってなった時には、こういう車両の方が 700C のやつよりもより楽しい、いわゆるサイクリング車ですよね。サイクリング車として実はなんか、もう20インチのこういうやつの方がいいんじゃないっていうような、感じをこれを見ながら受けました。僕も、中学ぐらいの時にね、それこそ宮田のルマンとかああいうのに乗ってましたけど、あれと同じような雰囲気で乗れる車両がもう今や20インチの451ホイールで十分、製作は可能になったというような世の中になったような気がします。で、ここにね、大型のサドルバッグとか下げたりとか、ここにフレームバッグをつけるとか、いわゆるグラベルツアラーみたいなね、パッケージをうまい具合にしてあげれば、北海道旅行とかでも十分できるでしょうし、で、その輪行云々っていう風な話になった時には、700C のカーボンフレームとか、あれよりもはるかにやりやすいし、で、多分傷が入っちゃったりしてもね、それがなんかこう、思い出に変わるとか、そういうなんか、なんていうんですかね、機材としてのすごい長い、寿命というか、付き合い方の幅の広さっていうのは、やっぱ鉄フレームだと、もう他のフレーム素材と真似できないところもありますから、そういう楽しさっていうのを、しみじみ味合わせていただけるんじゃないかなというふうに思います。うちはどうしてもね、折りたためる自転車が好きな店主がやってるところなんで、なかなかその P シリーズに関してはね、こうですとかっていうのはちょっとアピールできてないところは、さっきちょっとメーカーさんからも頑張ってくださいって言われましたけど、これ今日気になってるんだと思います。
というような方、もうロードがちょっともう疲れてきたというような方には、ぜひぜひ、またいでいただきたい、1台になっておると思います。ちょっとね、この後ね、パッケージしたところですよね、もうご紹介できればなというふうに思います。でこれがですね、畳んだ状態ですね。これ実は、担当の方のですね、私物だそうです。で、まあ、この辺とか、見る人が見たら、うおーっていうのが、いろいろついてんなぁというふうに思いますね。ブレーキも相当効くんだろうなと思うし、これもカーボンなんですか？カーボンなんだそうです。まあまあ、こういうね、自転車が好きな人がやってるとこだから、こういう面白いのができるんだろうなぁと思いながら見てたら、もうこの辺とかね、おーっていうのができてますよね。で、まあそれは置いといて。で、ここでコラムですね。ここのところ、ハンドルをですね、こういう感じで、ヘッドチューブにつけますよというのと、あとホイールですね。ホイールの方は、わかりますよね。こういう感じで、フレームの下にクイックリリースで、ぐっと固定できるようになってて、バンドで締めたりとかね、そういう、まあ、悪く言うといい加減な、よく言うとフレキシブルなんですけど、そういう止め方ではなくて、ガチッと、機械として止められますというふうになっているところは多分ミソだと思います。で、これぐらいの大きさになるとですね、聞いた話では、鉄道の網棚に乗せたとかっていうような実例もあるらしい。まあ、それやっていいとかっていうのはまた別ですけどね。そういうようなコンパクトさで、輪行しましょうとか、電車に乗せたりとかいうようなことをするとなった時にも、まあ、安心感がロードよりもはるかに高いし、カーボンを使った車両よりもはるかに、安心して乗せられますよというようなことになっていくと思います。で、その上でね、行った後の、なんか楽しさというか、自転車としてね、ぐいぐい乗りますよというような楽しさは、誰かに勝つとか、あいつに負けたくないとかいうようなレベルでなければ、十分楽しい、ものとして、サイクリングってこんな風な楽しみ方ができるよね、というようなことを、再確認させてくれるんじゃないかなというふうに、改めまして思いました。で、こうやって見ていくとですね、実はこのネジ穴とかもついてるので、あんまり想定はしていないらしいですけどね、F20 用のリアキャリアとか、まあ、つけられるわけじゃないのでね、ちょっとしたサイクリングだったりとか、ちょっとツーリングですよね、昔で言うところね、いうような楽しみ方もできるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味ではね、うちもまだまだその P20 に関してはね、ちょっと努力不足のところがありますので、引き続き、メーカーさんの力を借りながら、お客さんの力を借りながらね、その自転車の楽しみ方の幅を広げていきたいなというふうに思います。